3月16日は、グレゴリオ歴で年始から75日目にあたり、年末まで、あと290日ある。フェルギナンド・マゼラン、フィリピンに到達。画像はフィリピンにあるモニュメントロバート・ゴダード、液体燃料を用いたロケットを、発射物理学者、ゲオルク・オーム誕生。オームの法則を再発見し、抵抗の単位オームにも名を残す、実業家、渋沢栄一。 日本の近代資本主義を先導したニュートリノを検出し存在を証明した物理学者フレデリック・ライネス・ジャズ・ピアニストトミー・フラナガン・コピー・レフトを提唱したプログラマリチャード・ストールマン・ドーマ帝国第二代皇帝テベリウス病没画像はジャン・ポール・ローレンステベリウスの四戦国武将池田テルマサボツ姫路城を今の姿に収縮したイラストレーターの オーブリー・ビアズリー、25歳で溶接。画像は、サロメの、サシエインスリンの発見者の一人、ジョン・ジェームズ・リチャード・マクラウド作家、セルマーラ・ゲルレーブ・ボズ代表作、ニルスの不思議な旅、国立公演指定記念日。画像は、瀬戸内海国立公演の記念日って、ありがとうございます。